シャーロット・エマ・エチスンは、チャーリー XCX の芸名で知られる、イギリスの女性歌手、ソングライター、俳優である。2008年にソロデビューシングルを発売し、当初ロンドンのレーブで演奏していた。2010年にアサイラムレコードの音楽プロデューサー、ティム・ゴンザレスと契約し、2012年に、ハートブレイクスアースクエイク、スーパー・ウルトラという2つのミックステープを発表。 2013年にメジャーデビューアルバムトゥルーロマンスを発表し、You, n ー c リアシー Seasons などのシングルを生み出した。2013年から2014年にかけて、アイコナポップの I Love とイギー・アゼリアのファンシーに客演し、両曲とも世界的なヒットとなった。2014年、映画きっと星のせいじゃないのサウンドトラックからのシングルブームクラップは多くの国で、 トップ10入りした。2作目のアルバム、サッカーからは、ブレイクザルールズ、Doing It Featuring Rita フェイマスがシングル化された。2016年に EP、ビルームビルームを発表し、シングル、After ア h e After Party 次会じゃまだ終われない。を発売。2017年3月にミックステープ、n ー1エンジェルを発表。イギリスのケンブリッジ生まれ。父親は、 スコットランド人、母親はウガンダのインド人。14歳から歌作りを始めた。ビショップス・ストートフォード・カレッジ中退。2008年にマイスペースに自分の曲を上げたのをきっかけに、ロンドンのライブに出演するようになる。同年末に OG ミュージックからシングル曲、フランチェスカーとイメリーン・アートビッチをリリース。2011年5月。 ワーナーブラザースレコードからのファーストシングルステイアウェイをリリース。同年11月に発表されたニュークリアシーズンズがイギリス大手音楽雑誌ピッチフォークからの注目を集める。2012年5月、スウェーデンのエレクトロデュオアイコナポップとの共作アイラブイットをリリース。この曲がスウェーデン、イギリスのみならずアメリカや日本でもヒットし、両組の出世作となる。 2013年4月、ファーストアルバムのトゥルーロマンスをリリース。イギリスやアメリカのチャートにランクイン。2014年2月には、オーストラリア出身の女性ラッパー、インギーやゼリアのシングル、ファンシーに客演参加。この曲がアメリカで400万枚以上売り上げ、年間ランキング4位にランクインすると、I Love It を超える大ヒットとなり、 世界的に大きな注目を集めるようになる。同年6月、ファンシーのヒットが続く中で、ジョン・グリーン脚本の恋愛映画、きっと、星のせいじゃない、の挿入歌、ブームクラップを発売。映画の記録的な大ヒットとともにセールスを伸ばし、アメリカで8位、イギリスで6位、日本でも28位のヒットとなる。2014年12月には2枚目のアルバム、サッカーをリリース。 ベイ・ローリング・ストーン氏の2014年度年間、ポップアルバム20で1位にランクインした。2016年2月、2枚目の EP、ビルーム・ビルームをリリース。スコットランドのプロデューサーソフィーが全曲に関わっており、内容もエクスペリメンタルなダンスポップに接近したものとなった。10月に発売したベイラッパー、リル・ヨッティーをゲストに迎えたシングル。 アフター・ザ・アフターパーティ p がイギリスでスマッシュヒットを記録。2017年3月10日、ミックステープ No.1 エンジェルをリリースする。7月にはシングルボーイズをリリースし、ミュージックビデオと共に話題となる。同曲は批評家から絶賛を受け、NME やガーディアン氏は年間ベストトラックの2位に選出した。12月15日にはミックステープポップにをリリースした。 2019年9月13日、3作目のアルバム、チャーリーをリリースする。アルバムは高く評価され、バラエティー誌は年間ベストアルバムの1位に選んだ。2020年5月15日、4作目のアルバム、How, I Am Feeling Now をリリースする。この作品は、新型コロナウイルスのクアランティン下で制作された。チャーリーの音楽は、エレクトロポップ、ポップパンク、 シンセポップ、ダンスポップ、ゴシックポップ、ギターポップである。彼女の初期のレコーディングには、ダークウェーブとウィッチハウスの融合が見られたが、ビルームビルームはバブルガムポップとベースミュージックの要素をサウンドに含んだアバンギャルドミュージックの方向性を探求していたと言われている。チャーリーは、ブリトニー・スピアーズ、シャンプー、ノーダウト、T.A.T.U., ザドナス、ビキニ・キル、マルティカ、 ザ・キュアザフェミニンコンプレックス、スージーザ・バンシーズドナ・ザ・マー、マリリン・マンソン、ブレッド、スパイス・ガールズ、アフィ、ブルーク・キャンディ、リル・ウェイン、ケイト・ブッシュ、ツイン・ピークス、パリス・ヒルトン、ジャスティス、クリスタル・キャッスルズ、カルビン・ハリス、ビオク、クエンティン・タランティーノ、スージー・数に影響を受けた。 彼女の主人公としての数字数とスー・ト彼女のお気に入りのポップガールとしてリアーナの名前を挙げた。ザ・ハイブス・ウィーザー・ラモーンズ1960年代のイエイエは彼女のセカンドアルバムに影響を与えた。彼女は最高の芸術家は絶えず変化するマドンナ・デビット・ボーイと語る。そして夢のコラボレーションは秒ク、ケイト・ブッシュ。 さらにディオンヌワーウィックと明かしている。チャーリーの好きな曲は、ロバート・パーマーの、恋に溺れて、P.M. ドーンの、セット・アドリフト、オン・メモリー・ブリス、アフィの、リッキー、バウアウアウの、フールズ・ラッシュ・イン、セルジュ・ゲンスブールの、イニシャル・ BB、ザ・キュアの、ジャスト・ライク・ヘブン、パリス・ヒルトンの、スターズ・ア・ブ・ラインド、ブリトニー・スピアーズの、ギミ・モアと、ピース・オブ・ミー。 チャーリーの声はグウェン・ステファニー、マリーナザ・ダイアモンズのそれと比較される。チャーリーは音から色への共感覚を持っている。彼女は私は色で音楽を見て黒、ピンク、紫、赤の音楽を愛するが緑、黄色、茶色の音楽は嫌いだと主張している。彼女は 自分自身をフェミニストとみなしており、彼女はフェミニストの声明として、ボディオブマ o ーンという曲を書いた。また、BBC3 で放送された、ザワードミーという男女同権に関するドキュメンタリーを指揮した。ありがとうございます。